これはレゴスピードチャンピオンの中でもカスタマイズがめちゃくちゃ効きますね。これは素晴らしいです。レゴスピードチャンピオンの車がいっぱいあることによってめちゃくちゃ映えますね。これはかっこいい。皆さんこんにちは。自称レゴビルダー。ひろゆりだ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちらです。レゴスピードチャンピオンフェラーリ F40 コンペティツィオーネです。はい、今回は久しぶりのレゴスピードチャンピオンです。ちなみに僕フェラーリは知ってるんですけど、いっぱい種類があるのでそこはわからないです。これをまあ作る理由なんですけど、友達にもう作ってくれって言われたので今回こちらを作ります。今回の動画はこれ以外にもこちらを作ります。シェルのガソリンスタンドです。はい、今回の動画ではこちらの2つを一気に作って、動画の最後にこちらのフェラーリ F40 コンテツヨーネの解説をします。はい、ではまずはフェラーリの箱を見ましょう。もうかっこいいですよねもうこのスピードチャンピオンの箱がちょっと懐かしく見えますね。今のレゴスピードチャンピオンの箱ってこれよりも結構大きくなってます。そうこれがすごいんですよ。これ友達に見せた、これはすごいぞって言われました。このフェラーリのオフィシャルライセンス、友達によるとフェラーリ社公認で絶対いいものだからこれは買って損はないぞって言われました。はい、箱の後ろはこのようになってます。驚いたことが1個あって、なんとこちらパーツがいっぱいあるので改造できるんですよね。レゴスピードチャンピオンって基本的にホイールパーツを交換してカスタマイズするのがなんか主流かなって思ってたんですけど、今回はこのボディーパーツとかを変えれるんですよ。これが結構プレイバリュー高そうで僕は結構好きですね。で、これがフェラーリ F40 の写真です。僕が好きなフェラーリは F1 のあのサーキットのような車のタイプなんですよね。で、今回はこれ以外にこちら、友達が地元のハードオフでワンコインで買ってきたこちらのシェルのガソリンスタンド、フェラーリ社公認のステッカーが貼られてます。これはすごい作るの楽しみです。そうこれなんですよ。僕が言ってる好きなフェラーリってこういうタイプの車なんですよ。この F1 の車以外にもあとはこういう車が3つありますね。これはちょっと友達に聞かないとわかんないっすね。はい、ではまずはこちらのシェルのガソリンスタンド、こちらを作ります。では開けましょう。はい、袋の中はこのようになってます。まず小さいパーツが入った袋が1つと説明書が1冊入ってます。中にはこの紙質のカードが入ってます。この4つの車はミニフィグ乗れないんですね。そこはちょっと残念かな。それと説明書は説明書はこのようになってますね。で、それ以外にシールのシートが1枚入ってました。はい、それではガソリンスタンドを組み立てます。はい、まずは組み立てが完了しました。古いレゴなのでパーツ組んだ時に結構メキメキって音が聞こえて壊れそうかなって思ってたんですけど大丈夫でしたね。ではここからシールを貼ります。せーので、はい、完成。シェルガソリンスタンドです。おお、これ小さいキットなんですけど結構再現されています。いやー、これはすごい。ではまずはこちらのミニフィグから見ましょう。このミニフィグはこのガソリンスタンドの従業員です。はい、全体はこのようになってます。この白のボディーパーツなんですけど、これシールなんですよね。友達は結構レアものだからって言ってたんで、多分これ結構前のレゴなんで、ミニフィグのこういうプリントパーツの技術なくて、こういうシールだったんですかね。では次はこちらのシェルスタンドを見ましょう。はい、ガソリンスタンドの全体はこのようになってます。ちなみに僕はガソリンを扱える資格を持ってます。実際にガソリンスタンドは生では働いたことないんですけど、覚えてる範囲で説明したいと思います。まずこちらが給油口になってます。外国の車のガソリンってこうやって入れるのかなちょっとそこまではあんまわかんないんですけど、今のガソリンの入れ方だったらまずこれを外して、でこれの先をガソリン入れるところに挿してあとは入れるだけですよね。昔ってこういう入れ方だったのかな。そしてこの2つは僕見る感じ多分洗剤かと消火器だと思いますね。この赤いやつは絶対消火器で、これは洗剤だと思いますね。で、ここにスパナを入れることができます。このシェルの V パワーがかっこいいですね。屋根はこのようになってます。反対側はこのようになってます。これが信号機ですね。で、こちらもこのように稼働します。そしてこのガソリンスタンド上で目立つのはやっぱこの2つですね。まずはこのシェルのロゴと、
そして後ろのこのフェラーリのロゴ、これサイズ的にレゴスピードチャンピオン入れるのかな、ちょっとここが心配ですね。まずはこれですね、マクラーレンセナ、これをちょっと入れてみます。入るかな。あー、はい、あ、入りますね。入る入る。あ、後ろのこの部分で止まっちゃいますね。あー、これは残念。マクラーレンセナは入らないですね。じゃあこれはいけるのかな、シボレーカマロ ZL1、 これは入るのかな。まあ、大きさ的にはまったのでこれも多分入ると思いますね。おー、入った入った。あー、すごい、シボレーカマロ ZL1 も入りました。まあ絶対無理なんですけど一応入れています。あ、もう入りませんね。日産 GTR ニスモは入りません。え、ちょっと待って、これ今からフェラーリ作るんですけど、フェラーリ入んなかったらこれどうしよう。はい、シェルのガソリンスタンドはこんな感じです。では次はこちらのフェラーリ F40 コンテツヨーネを作ります。動画の最初に言ったんですけど、このフェラーリ社公認のシールがあるので、これは絶対にいいやつだと思ってます。いや、レゴスピードチャンピオン開けるの久しぶりなんですよね。最後に作ったのが1月2月ぐらいだったので、実質2ヶ月ぶりですね。と言ってるその最中になんとシールが出てる。ちょっと待って、これ、エアコンシールぐっちゃぐちゃに入ってないかがすごい不安だ。大丈夫かな？よかったよかった、大丈夫でした。シールの一部がちょっと折れ曲がっちゃってますね。まあでも、がっちり貼れば、まあ問題ないですよね。はい、箱の中にはパーツが入った袋が7つ、車のボディーベースのパーツが1つ、折れ曲がったシールシートが1枚、そして丸まった説明書が1冊です。で、マクラーレンセナ作った時に思ったんですけど、ホイールパーツ多いですね。では袋からパーツを取り出します。はい、袋からパーツを取り出しました。ではフェラーリ F40 コンペツヨーネを作ります。はい、まずは組み立てが終わりました。ではここからシールを貼ります。せーので、完成、フェラーリ F40 コンテツヨーネです。うわー、もうかっこよすぎる。今まで作ったレゴスピードチャンピオンの色で赤系の車作ったことないんですけど、これはかっこいい。はい、全体はこのようになってます。はい、では近くで見ましょう。まずはこちらが正面部分です。まあ形的に前に作ったシボレーカマロ ZL1 っぽい見た目っすね。このレゴスピードチャンピオン、基本的な色分けはパーツなんですけど、こういうモールドが入ってるところは全部シールになってます。この2つのシールが実は結構折れ曲がったところなんですけど、シール貼ったらそんなに折れ曲がってるところ目立たなくなりますね。はい、側面はこのようになってます。ここ実はね、空洞なんですよ。いつもだったらここシールで貼ると思うんですけど、今回これ空洞になってます。僕が一番驚いたのがこれですよ。このプリントパーツ、これ 1×1 のパーツなんですけど、めちゃくちゃ細かいですよね。こういうところが素晴らしい。今後出てくるレゴスピードチャンピオンもこんな感じのパーツあったらいいと思うんですよね。はい、反対側はこのようになってます。そして後ろはこのようになってます。後ろはこの F14 かっこいいですよね。でタイヤがついてますので、このように転がし走行で遊ぶことができます。では次はミニフィグを乗せましょう。乗せ方は簡単です。ここのパーツを外して、あ、そうそう、ミニフィグ乗せる前になんですけど、この運転席このようになってます。このデザインも結構凝ってます。ではミニフィグを乗せます。はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。やっぱミニフィグ乗ったらすごい雰囲気出ますね。そしてこのフェラーリ F40 はこちらのパーツを使ってカスタマイズすることができます。あ、そうそう、その前にこちら、はい、こちらが今回のフェラーリ F40 についてくるホイールパーツです。今回は4種類あります。結構新しいものがあるので、これはなかなか面白そうですね。ではこちらのパーツを使ってこのフェラーリをカスタマイズします。まず排気口はパーツを取り外して、これを付け替えるだけです。そしてこの黒の
プレートパーツを外して赤に差し替えます。そして次はここの正面パーツ、これを上ごと外して、次にここのライトの部分、ここのクリアパーツを外します。ちょっとこれが結構取りづらいんですよね。そしてこのブラックのクリアパーツに変えて、ここの後ろのこのパーツを取り外して、で最後にこちらのパーツを取り付ければ、はい、こんな感じでカスタマイズすることができます。今までのレゴスピードチャンピオンってホイールパーツを変えるんですけど、こういう屋根の部分であったり、この正面の部分まで変えることができるので、これは素晴らしいですね。では次はホイールをストークします。はい、ホイールパーツを変えてみました。あー、かっこいい。動画の最初に言ったんですけど、フェラーリ社のオフィシャルライセンスのシールが貼られてるので、もうこれは本当にかっこいい。これはレゴスピードチャンピオンの中でもカスタマイズがめちゃくちゃ効きますね。これは素晴らしいです。では大きさ比較いきましょう。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。サイズはミニフィグとほぼ一緒ですね。はい、シボレカマロ ZL1 マクラーレンセナ日産 GTR ニスモと並べるとこんな感じです。いやー、やっぱかっこいいな。レゴスピードチャンピオンの車がいっぱいあることによってめちゃくちゃ映えますね。これはかっこいい。色が結構明るいので、このフェラーリめちゃくちゃ目立ちますね。横幅はどんな感じだろう。横幅はこのようになってて、シボレーカマロ ZL1 より小さいですね。はい、背面はこのようになってます。その後ろの部分の造形もなかなか細かいですね。これはすごい。はい、道路の基礎板の上に置いてみました。あー、なんかね、こういう夢のような並びすっごい好きです。今回作ったシェルのガソリンスタンドとフェラーリ F40 を並べるとこんな感じです。やっぱね、同じフェラーリがあるとやっぱすごい目立ちますよね。そうそう、最後なんですけど、これ入るかどうかちょっとやってみます。あ、問題なく、あー、はい、あ、はー、入れた。入れ、ちょっと無理やり押し込めば、これ入れますね。このフェラーリはめちゃくちゃかっこいいです。はい、では一部の車大好きの皆さん、お待たせいたしました。ここからは大の車好きの僕の友達によるフェラーリ F40 コンテツヨーネの解説をします。まず、このフェラーリ F40 というのは、フェラーリ社が創業40周年を記念して発売されたモデルです。発売時期が1987年から92年の5年間。当初発表された生産台数は400台だったのですが、オーダーが殺到し急遽増産することで対応し、生産終了までに作られた台数はなんと1311台。ちなみに限定モデルも含みます。この1311台のうち、日本に正規輸入された台数は59台です。新車価格が日本の正規販売店価格で4650万円です。発売当時はバブル経済の最中で、販売価格にはプレミアがついて、一時期2億5000万円で取引されたことがあります。一言で言うなら、もうめちゃくちゃ高いです。で、このことから走る不動産と呼ばれました。ちなみに家は不動産で、車は動産らしいです。加速力は0メーターから400メーター間で 11.293 秒です。で、加速速度は 203.60km/h です。発売当時は市販車の中で世界最速でした。まあ、もう一つ言うのであれば、もうそのままレースで実力を出せるレベルの車です。まあ、その理由なんですけど、フェラーリ社が基本概念として行っていたことで、創業者のエンツェ・フェラーリ自ら発表会に出席し発表を行いました。で、その時の創業者の年齢は89歳でした。で、このフェラーリなんですけど、歴代フェラーリの生産者の中で最も根強い人気の車種になってます。レゴスピードチャンピオンってフェラーリまだまだあるんですけど、これが今まで作られたフェラーリの中で最も一番人気のあるフェラーリです。一番人気のフェラーリが、これ2500円で買ったんですけど、こういうお手頃価格で買えるのは本当に素晴らしいです。はい、レゴスピードチャンピオンフェラーリ F40 コンテツヨーネはこんな感じです。はい、ということで、レゴスピードチャンピオンフェラーリ F40 コンテツヨーネとシェルガソリンスタンドを組み立てました。もう一言で言うのであれば、素晴らしかったです。ちなみにこのシェルのガソリンスタンド場なんですけど、もうないと思いますね。うちの地元の友達がハードオフで見かけて買ったので、もしかしたらハードオフとか、あとはリサイクルショップに行けばワンチャン買えるんじゃないかなって思います。さっきも言ったんですけど、この数作られた中のフェラーリの中で最も人気の車種がこのフェラーリ F40 コンテツヨーネなので、一番人気のフェラーリを組み立てて、なんかすごい良かったです。はいこのフェラーリはホイール以外にもいろんなところがカスタマイズできるので、これはフェラーリ好きは絶対買って損はないと思います。これは素晴らしいです。あとレゴスピードチャンピオンで
フェラーリは、あ、ありましたね。あの、一番新しいモデルのフェラーリ。でも、あれも友達に、まあ、ぜひ作ってくれって言われたので、またあれも作ります。僕は、まあ、フェラーリもいいんですけど、僕、見た目的に言えば、パナソニックのあの、ジャガーのあの車、あれがかっこいいなって思います。レゴスピードチャンピオンはもうまだまだ種類がいっぱいあるので、もう作るのがすごい楽しみです。はい、今回の動画が面白ければ、グッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして、コメントやリクエストや質問などお待ちしております。以上、ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おならー。イエーイ。